どうも皆さんこんばんは、またしても YouTube 新コーナーでございますが始まりました。武井壮の究極の技術。はい、これちょっとね、あのシリーズ化していこうと思ってるんですが、私武井壮がですね、過去、日本中世界中のトップアスリートから伺ったそのスポーツの技術のお話ね、とてつもない技術のお話、いや、そしてその技術にたどり着くまでの思考のお話、こういったものをちょっとね、1話ずつお届けしていきたいなと思っておるわけでございますが、今日はですね、野球編でございます。はい、これはね、ちょっともう落合さんのサイン入りバットなんですけど、野球編なんですけど、第1回はですね、内川誠一選手、はい、ね、ソフトバンク横浜などで大活躍した、日本を代表する、右打者でございますけどね、日本人の、右打者で過去最高打率、ね、3割7分8厘でしたっけを記録して、そして7年だか8年だかぐらい連続で3割打ってるんですよね、うん、素晴らしいバッターでございますけども、首位打者も獲得しておりますし、そんな内川選手がですね、どんな風にバッティングをしてるのか、私以前取材でねお伺いしたことがありまして、やっぱあのバッティングってほら、バットをこう振るでしょ、バットね、あー球来たっつってバーンって打つわけじゃないですか。私もまあまあバッティングには自信がありまして、そこそこいいスイングするんですけど、でね、やっぱどんな風にあのやっぱりトップのバッターがね球を打ってんのか、バット振ってんのかって気になるじゃないですか。聞いてみたんですよ、僕内川選手に、取材の時に内川選手ねっつって、バットどうやって振ってんですかって質問してみたんですよ。そしたらもう想像もしない答え返ってきまして、内川選手から返ってきた答えは、僕バット振ったことないっすって言うんですよ。はぁっつって、バット振ったことないってどういうことですか、振ってるじゃないですか、毎回しっかり振ってカチンって打ってるじゃないですかって言ったら、いや、あれ振ってるイメージじゃないんです、まあ、振れてはいますけど振ろうとしたことはないですって言うんですよ、ね、これ何かって言ったら、内川選手曰くバットには、まあ、あの芯と呼ばれる、まあ、この辺りのね、この辺りのエリア、大体こんぐらいの幅の中にしっかり当たれば、まあ、強い打球飛んでくんだと、でヒットになりやすい、打球が飛びやすいんだと、でここの場所を、この部分をずっとどこにあるか意識してると、構えてると、内川選手ちょっとこうこうやって構えます、あのこのここに感覚を集中してると、はい、でバットを振ってそこに当たればいいなじゃなくて、とにかくボールが来ましたってなったら、この芯の部分のあたりをボールに向かって動かしてるだけです、触りに行ってこうスッとこう動かしてる、芯のあたりをこう来たコースによってスッ、ここをねボールにスッスッスッ出してるだけだと、バッター振ってないです、この芯の部分をボールに向かって動かすだけです、でそこにこうスッと、まあ、140キロ50キロの球が来て、まあ、その体も反射してるんでスッとこう動かせば、もうボールよりもバットの方がしっかりと重さもあるし勢いもついてるので弾き返してくれるんですよという答えが返ってきたんですね。で実際それを意識してあのバッティングセンター行ってみたんですよ。ビシビシ当たるんですよ、芯に。あの今まで力んで強い球をわーって飛ばそうとして余計な力入ってたんですよね。それが抜けて芯をこうやってスッてこう出していく、芯のところでボールを触るってするとバチーンって全然力入れたのにビチーンっていう芯食った打球が飛んでくるんですね。でそれが簡単になってくると、もうちょっと強くとか、もうちょっと速くとか、もうちょっと下にとか、いろんなことが可能になって、よりバット振ろうとしてた時よりもバットを振ってしっかりと当てるっていう技術がね、僕自身も高まったっていう経験があったんでね、ぜひ皆さんもね、この内川選手直伝のね、芯を動かす、芯の部分をボールに向かって出す動かす、こういうね、はい、そういう技術ちょっと頭に置いてみたらどうかなと思いますね。うん、実際にこのバットのこの芯の部分で物を触れればいいわけですから、狙ったものをスッとこう触れればいいわけですから、これがこうずれてたりこうずれてたりするとポップフライになったり
ゴロボテボテになっちゃったりとか、それがこう振ろうとすることでこういうふうに軌道がずれるとか、こうね、なんか勢いついちゃって遅れてくるとか、なんか先に出すぎてて芯じゃないとこ当てちゃうとか、ああそういうことが起きないようにしてるんでしょうね。でこれはちょっとこの球は打てないなと思ったら芯じゃないところを使うって言ってましたね。細くなってるところだったりこの先っちょの方だったりを使って、そこでこうボールを触ってカットしたりとかファールを打ちに行ったりとか、そういう感じで言ってましたね。だからこれを球は打てると思ったら芯を当てに行くっていう、こういうことなんでしょうね。ああ素晴らしい、スポーツの、ね、技術は、さまざまな競技でさまざまな選手が彼らの、ね、知識と経験を生かして編み出した素晴らしい宝物の山でございますから、私たけしこれからも、歴史に残る名選手たちのなんだこの技術というね、そういったものを掘り下げていきたいと思います。ということで第1回目の、スポーツ、この技術はですね、内川聖一選手の芯を動かす技術、こちらでございました。皆さんまたお会いしましょう。勝ちたかったら登録しとけ。